ボンボン。どうも。こんにちは。はい、というわけでまた人気 YouTuber のパクリを合成したようなやつから始まりました。今回買ってきたのはこちらですね。都営大江戸線 B トレですね。なんですか、12600型で読み方あってるのかわかんないんですけど、まあ、12600型を買ってきました。で、まあ、袋はこんな感じで、まあ、ちょっと袋も特殊な感じになってます。まあ、都庁前駅のなんかまあ、事務所みたいなところで買いました。まあ、税込み1200円でしたね。で、なんか買ったらこんなおまけがついてきました。まあ、2個買ったのになんか2個ぐらいついてきました、ね、おまけが。こんな感じです。で、早速、都営大江戸線のまあ、B トレを開けていきたいと思います。はい、というわけで、まあ、こんな感じで開封しました。というわけで、これから組み立てていきたいと思います。B トレでは珍しい、まあ、運転台がありましたね。というわけで、まあ、運転台を設置します。というわけで、まあ、運転台を設置しました。なんか運転台があるビートレって他にあるのかわかんないですよ。ビートレにしては珍しいと思います。はい、というわけでできました。行き先は光が丘行きにしました。で、こんな感じです。で、1両ごとに見ていきます。1号車ですね。で、続いて4号車ですね。で、続いて5号車にしました。で、続いて最後8号車です。という感じです。で、まあ、都営大江戸線といえば、はい、というわけで、まあ、日本一長い路線で 40.7 キロあります。で、日本で2番目に長い路線が横浜市営地下鉄ブルーラインですね。長さは 40.4 キロ。で、どちらの路線も延伸計画があるんですね。これだけ長いのにね。で、大江戸線は光が丘から東所沢まで。で、ブルーラインはあざみ野から新百合ヶ丘まで延伸計画があります。で、結局まあ、延伸する距離も同じぐらいなんで、どっちが日本一になるか、今のところ不明です。ということですね。っていうまあ、都営地下鉄、横浜市営地下鉄の裏でこういうよくわかんない競争をやってるということです。というわけでですね、まあ、最後走らせて終わりたいと思います。で、まあ、エネゲージ化改造してないんで、こちらの、まあ、なんですかね。なんか N ゲージのなんか中古買った時におまけでついてたんですよ。この引っ張る機動車みたいなやつです。で、こちらまあ改造した連結器に付き替えて無理やりこいつで引っ張りたいと思います。引っ張るとか押したいと思います。ではやりたいと思います。はい、というわけでですね、まあ、こんな感じでまあ都営大江戸線っぽくなんか線路を組みました。で、こちら光が丘で、まあこの辺都庁前で、この辺飯田橋で、まあこの辺両国で、この辺大門で、この辺六本木行って、また都庁前に戻ってくるって感じですね。というわけで、まあ、走らせたいと思います。で、今回は、まあ、主要駅だけ、まあ、やりたいと思います。で、乗り換え放送はありません。時間の関係で。というわけで、やりたいと思います。都営大江戸線をご利用いただきまして、ありがとうございます。この電車は、光が丘行きです。次は、飯田橋です。The next station is 飯田橋。飯田橋。次は両国です。The next station is 両国です。次は大門です。The next station is 大門浜松町です。まあ、次の駅はですね、まあ、某人気 YouTuber の事務所があると言われている町です。次は、六本木です。The next station is 六本木です。次は、都庁前です。The next station is 都庁前です。次は光が丘終点です。The next station is 光が丘 終点です。はい、というわけで、まあ、都営大江戸線12600型を開封しましたでしょう。